この章では Web ページを PC だけでなくスマートフォンやタブレットにも対応したデザインにする方法をご説明しますスマートフォンやタブレットが普及するにつれ Web ページは PC だけではなく複数のデバイスで閲覧されるケースが増えてきました PC 用にデザインされた Web ページは小さなスクリーンサイズのスマートフォンやタブレットでも表示することは可能ですししかし小ささな画面で表示されるため 見栄ええや操作性が良いとは言えませんもちろんそれぞれのデバイス用に個別の HTML ファイルを用意すれば各デバイス専用にページレイアウトを表示することは可能ですしかしコストや更新性は非常に悪いものになってしまいますそこで注目されてきた手法がレスポンシブウェブデザインです一つの HTML ファイルを CSS で制御して 各々の,の,のデバイスのブラウザの横幅に合わせたレイアウトに調整できるというものですブラウザの横幅に反応してデザインを自動的に変化させることができますサンプルファイルでレスポンシブウェブデザインとはどんなものなのか確認してみましょうご覧の画面にはこのようなページが開いていますこのファイルは PC 専用に作成した以前のサンプルファイルとほぼ同じレイアウトです ですが、こちらのページは、レスポンシブウェブデザイン用にコーディングしたものです。ウィンドウの右の縁をドラッグして、ウィンドウ幅を小さくしてみます。ウィンドウ幅に合わせて画像が小さくなっていきます。ある一定の幅まで小さくすると、横に並んでいたオノパイナップルとウェイブグレートの生地が縦にレイアウトされました。このレイアウトは、一般的なタブレットの横幅を想定した設定になっています。 引き続きウィンドウの右の縁をドラッグしてウィンドウ幅をさらに小さくしてみますするとコンテンツはすべて縦にレイアウトされましたこのレイアウトは一般的なスマートフォンの横幅を想定した設定になっていますこのページは index.html という1つの html ファイルですがご覧のようにウィンドウ幅に応じて可変して表示されますそして このののよようにに変化すするるための記述はにより行われているのですレスポンシブウェブデザインはこのようにサイトの構造をシンプルにできるだけではなく PC 用のページとスマートフォンやタブレット用のページを同じ URL にすることができるため管理がしやすく SEO 的にも有利であるとされています。ドリーーームウィーバー CC では レスポンシブウェブデザインに対応したウェブページを作成するための可変グリッドレイアウトの作成機能があります可変グリッドレイアウトでウェブページを作成することによりデバイスの幅に反応してレイアウトが変化するレスポンシブなウェブページを作成できるのですご覧の画面ではすでにこのステップ用のローカルサイトが設定されています操作を試す場合は サンプルファイルに収録されたフォルダーを使ってサイト定義を行ってくださいでは可変グリッドレイアウトによる新しいページの作成を始めましょうようこそ画面の新規作成から可変グリッドを選択します可変グリッドレイアウト用の新規ドキュメントダイアログボックスが表示されました可変グリッドレイアウトの新規ドキュメントダイアログボックスではモバイルタブレットデスクトップの 3つのデバイスが表示されていますこれは同一の HTML ドキュメントから3通りのレイアウトのパターンが作成されることを意味していますここではそれぞれのモードのグリッド数と横幅を指定します横幅はご覧のように単位がパーセント指定になっています可変グリッドレイアウトではサイト全体の横幅を含めサイトの中のコンテンツの横幅の単位は パーセントを使用するのが基本となります今回はデスクトップのグリッド数を変更しますデスクトップの図の中の12という表示を削除して10と入力しますタブレットとモバイルはそのままで構いませんこちらの画面の見方をご説明します例えばモバイルのレイアウトのイラストの下部に91%と表示されていますこれはページのコンテンツを 91%の幅の中に収めることを指定していますそしてイラスト中央に4という数字が入力されていますまたその背景に薄い縦のグリッドのイメージが表示されていますこれはページのコンテンツを4列のグリッドを基準にレイアウトを行うことを意味していますこのように仮想的なグリッドを用いることで整然としたページのデザインを行うことができます 例えばタブレットでは、ページの幅が93%となっています。そして中央には8と入力されています。これにより、コンテンツが配置される領域は全体の93%の幅となり、8列のグリッドを基準にしてレイアウトされるということになります。同様に、デスクトップではコンテンツの配置される領域は全体の90%の幅となり、 先ほど入力し直した1列のグリッドを基準にしてレイアウトされることになりますこのように幅をパーセンテージで指定することによりボックスの幅が柔軟に変化するため可変という言葉が用いられますそしてグリッドを用いることで効率よく整ったページレイアウトが行えますそのため可変グリッドレイアウトという名称が用いられるのです では、新規可変グリッドレイアウトで作成しましょうドキュメントタイプは HTML5 になっていることを確認しそのまま作成をクリックします名前をつけて保存ダイアログボックスが表示されましたここで CSS に名前をつけて保存します保存場所はサイトのルートフォルダーを使用しますスタイル .css というファイル名で保存します 新規ドキュメントが開きました。ドキュメントウィンドウは分割ビューにしておきます。可変グリッドレイアウトでは、新規ドキュメントのデザインビューは、モバイルサイズのモードで表示されています。ドキュメントツールバーのタイトルに、可変グリッドサンプルと入力します。ファイルメニューから保存を選択します。 名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されました。保存場所は、サイトのルートフォルダを使用します。index.html というファイル名で保存します。可変グリッドのデザインには、次の依存ファイルが必要です、というメッセージが表示されました。これらのファイルは、Dreamweaver があらかじめ用意しているファイルです。 可変グリッドレイアウトで新規ファイルを保存すると自動的に保存されます。ボイラープレート .css は異なるデバイスやブラウザにおいても Web ページを同じように表示するための CSS ファイルです。ノーマライズを行うことを目的として使用されます。レスポンンド .min.js は、古いバージョンのブラウザでも メディアクエリーという CSS3 のテクニックに対応できるようにするための JavaScript ファイルですこれによりインターネットエクスプローラーの6、7、8といった古いブラウザで表示しても可変グリッドレイアウトを実現することができるのですメディアクエリーについては後ほどまた説明しますでは OK をクリックしてコピーを実行します 可変グリッドレイアウトのドキュメントウィンドウについて見ていきましょう。デザインビューには、英文のダミーテキストが入ったボックスが表示されています。このボックスの枠をクリックして選択します。コードビューを見ると、このボックスは、DIV1 という ID 名の DIV 要素を囲んでいるグリッドコンテナというクラス名の DIV 要素だということがわかります。この DIV タグには、 DIV1 という ID 名がついていますがその他にフルードというクラス名もついています一つのタグにはそのタグにだけ適用したい CSS のための ID 名とページに何度も出てくる汎用的な CSS のためのクラス名を別々につけることができますまたグリッドコンテナというクラス名の DIV タグには半角のスペースを空けてクリアフィックスというクラス名もついています クラスは同一のタグに複数記述することができます。その場合、半角のスペースで区切って記述します。ただし、ID は複数記述することはできません。なお、クリアフィックスとは、ボックスを横並びにした時のレイアウトの崩れを防ぐために用いる定型のスタイルです。通常、フロートでボックスを横並びにレイアウトすると、親要素で指定した背景が表示されなかったり、 後続する要素のレイアウトが崩れるなどといったことが生じますそのためフロート解除のための記述をまとめたクリアフィックスクラスも合わせて適用することでレイアウトの崩れを防ぎますフロートで横並びにボックスを配置する際に用いられる一般的なテクニックですこのクラスはボイラープレート .css の中に記述してあります横並びにするボックスの親要素に このクラスを適用することによって、横並びにしたボックスのレイアウトの崩れを防げるのです。可変グリッドレイアウトでは、ディブ要素はすべてレイアウトボックスの親要素となるグリッドコンテナクリアフィックスというクラス名の div 要素の中に挿入するのが基本です。次に、ドキュメントツールバーのライブビューボタンの右側にある可変グリッドビューに切り替えというボタンをクリックします。 デザインビューを確認すると、可変グリッドビューが解除され、通常のデザインビューの表示になりました。背景のグレーのグリッドも消えています。もう一度可変グリッドビューに切り替えをクリックして表示を元に戻します。このように背景のグリッドは実際にブラウザーに表示されるものではありません。レイアウト作業のためにドリームビーワー上で表示されるものなのです。ステータスバーを確認します。 現在はモバイルのサイズが選択されていますモバイルのサイズの右側にあるタブレットのサイズをクリックします可変グリッドビューの幅が広くなりましたデザインビューに変更しましょうモバイルのサイズの時は4本だった背景のグレーのグリッドは8本になりましたタブレット用のデザインはこれらの8本のグリッドを基準にして スナップさせながらレイアウトを行うことができますタブレットのサイズの右側にあるデスクトップのサイズをクリックします可変グリッドビューの幅が広くなりましたグレーのグリッドは10本になりましたデスクトップ用のデザインはこれらの10本のグリッドを基準にしてスナップさせながらレイアウトを行うことができますまたそれぞれのビューでは ディブ要素などににより構成されたオブジェクトトのレイアウトを個別に変更すすることができますつまりテキストや画像などのコンテンツは同一ですがそれらが配置されるボックスの幅や位置をデバイスのビューごとに変えることができるのですドキュメントのタブの×をクリックして閉じます